次元大介の声、小林清さん。卒業ヘルパン。俺はそろそろずらかるぜ。最後のメッセージが、かっこよすぎる大塚明夫さんに交代します。ルパンは俺にとってものの仕事であった。命をかけてきた、小林清さんが思いを綴りました。人気アニメ、ルパン三世で、シリーズ開始から約50年間にわたりメインキャラクター、次元大介の声優を務めてきた小林清さんが、 卒業することが分かった。バトンは塚明夫さんに引き継ぐ。10月から放送開始となる新シリーズ。ルパン三世。BART6 の制作サイドが発表した。小林さん塚さんもコメントを発表。小林さんは、シリーズ開始から唯一の初代声優メンバーとして、次元大介に命を吹き込み続けてきた。ルパンハオレにとってものの仕事であった。命をかけてきたとコメント。 わがままをえば90歳までやっていたかったが残念。なんとかかじりついていたかったが、無理だったと綴った。さらに、一部の人から、次元は年をとった。聞きづらいと言われたとも綴り、当たり前だ。私や、年88歳であるぞ。俺なりにどした結果だ。これからはそう言われることを気にしないで済む。ほっとしているとユーモアを込めた。バトンは、大塚明夫さんに渡される。 ブラック、ジャックのブラック、ジャック役などを務めてきたベテランだ。あとは、アキオちゃんに委ねます。頑張ってちょうだいとエルを送り、最後にこれまで応援してくれたたちにお礼を申し上げる。ありがとうございましたと、ファンに感謝を綴った。最後は、ルパン、俺はそろそろずらかるぜ。あばよと、次元大介の相棒、ルパン賛成へのメッセージで締めくくった。 新声優を務める大塚明夫さんはが引き締まりました。清さんの思い、確かにつかんで話さない、幼少人しますとコメントっぷんさえも納得させる次元会になろうと笠倉に決めましたと決意を綴っている。シリーズ最新作は10月9日から放送される。初回は小林清さんが最後に次元を演じ、それ以降の放送会で大塚明夫さんが声優を務めるという。 大塚さんが次元の声を初お披露目した PV も公開された。